神様に申し上げます。砂塵城を見捨てて逃げ出した裏切り者リュークペペはどうやら丹波に潜んでいるようです。追撃隊の配備も終わりましたので、もう間もなく網にかかるはず。今しばらくお待ちください。丹波に向かった万事丸ともども神様の生贄として捧げることをお約束いたします。久しぶりだな。俺の顔を覚えているが、お前が覚えてなくても、俺はあの日から一日だって忘れたことはないよ。そうさ、お前たちに最愛の妻バーバラを奪われた砂塵城のデュークペペだ。覚悟しろ。お前たちのおかげで妻を失った。お前たちのおかげで国に帰れなくなった。お前たちのおかげで味方に追われる毎日だ。もう俺には万事丸お前たちしかないんだよ。愛してるよ。
ててくれて嬉しいよ、万事丸。他の誰にもお前たちの命をやりたくないんだ。この俺の手でお前たちの首をねじ切りたいんだ。それが俺の生きがいだ。妻の墓の前にお前たちの首をでーっと並べるのが夢なんだ。かわいい夢だろ。私の兄貴エビス丸が神戸に来てはりますです。私神戸に行こう思いましたが、バックこの先の道トルネードがブロックしてはりますです。ですきっとネードファミリーの仕業で、万事丸さんお願いプリーズ、なんとかしてください。トルネードが消えたら私のところを来てください。一緒に神戸レッツゴーです。万事丸、お前たちのために何日もかけて心を込めてこさえたよ。どうだ、俺の箱庭城は小さくて情けないだろう。俺みたいだろう。だけどお前たちはここから生きては出られない。約束するよ、もう出られない。やっと妻の供養ができる。さあ俺の目の前であがいてくれ。できるだけみっともなくな。ってよくここまで来れたな。くそー、俺の寂しい一生もここまでか。なんてな。悪いけどまた逃げさせてもらうよ。卑怯者と呼んでくれ。臆病者と罵ればいい。今日負けても明日負けても地獄の底まで追いかけて、つきまとって食らいついて、お前たち一人残らず叩く殺すまで何度でも何度でも挑んでやるよ。どうせ失うものなど何もない。そう、お前たちのおかげでな。それじゃまたな。愛してるよ、万事丸。おい万事丸、いろんな奴に愛されて幸せだな。あいつの命がけの愛に応えるのは少々骨が折れそうだな。寝首をかかれないようにしなよ。さすが万事丸さん、トルネードオールナッシングよ、スーパーランです。マイブラザーエビス丸、ちょっと神戸でウェッティングロングタイム待ってます。万事丸さん、一緒に神戸ベイレッツゴーです。
様に申し上げます。万事丸たちは何話に入りました。しかしご安心くだされ、暗黒乱を切る政権は万事丸たちには行けぬところにございます。すなわち海の中。そうでございます。魔界城は千年前の勇姿を取り戻しました。もちろん右のガーディンも健在。あの悪魔の右手を磨いて待っております。ヨミ様に申し上げます。デュークペペを捕獲いたしました。聞けばこやつ単独でマンジマルに戦いを挑んだとか。なかなか見上げた根性でございます。ヨミ様、お願いがございます。このものを私にお預けください。少々考えがございます。ホテマルのアミーコは私のアミーコです。おう、マンジマルさん、何も言わなくてもアミーコのハートわかります。淡路島行きたいのでしょう。オッケー、では船を出します。レッツゴー、アワジアイランド。
丸さん、アジラル、そのせい、ケイ、ズ、見せてください。プリーズショーミー。なになに？ふむふむ。ふんふん。ほうほう。ああ、なるほどね。アジマルさん、この線形図はベリベリベリスーパーだよ。イヒカザテクノロジー、グレートマーベラス、アンビリバブルね。マンジマルさん、この設計図はお返しするね。なくしちゃダメよ、マイフレンド。俺様はこの魔界城の城主、右のガーニンだ。不覚を取ったな、マンジマル。いつも根の城は貴様たちを待っているわけではない。たまにはこうしてお迎えに上がらねば、有名な火の勇者様に失礼に当たるというものだよな。さあ、最後の仕上げに入るぞ。淡路島と共に海の藻くずとなるがよいわ。気づきになられたようですね。私たちです。伊賀の桃地三太夫です。海で溺れるなんて、まったくしょうがないね。あたいらが助けなきゃ死んでたよ。本当に、あたいらがいないと何もできないんだから、まんじまるは。まつり姉ちゃんたら、あんなこと言ってるけど。まんじまるさんが渦に飲まれたとき、血相を変えて真っ先に飛び込んだの、まつり姉ちゃんなんだよ。本当は一番心配なくせに、少しは自分の気持ちに素直になればいいのにね。また私たちが助けてあげるから、心配せずに無茶やんなよ。じゃあね。勇者が、あらゆることぐらいで命を落とすとは思ってませんでした。 See you again、 信じてマンジマルさんにプレゼント用意して待ってましたです。ただし、マンジマルさんに見せてもろた早取りプランニング一生懸命思い出して書きましたです。堺のマネアンドイヒカのブレイン、ベイビー協力してくれはりました。そして完成したです。マンジマルさん、ユーの手でプリーズプレッシュするね。レッドボタンプレッシュープレッシュー。
お待ちしていたよ、まんじまるくん。ようこそ魔界城へ。あやとりの乗り心地はどうかね。我がイヒカの科学力は大したものじゃろ。そうそう、君がなくしたハヤトリの図面は今はわしらが持っておるよ。いろいろ研究させてもらった。ハヤトリの推進機関を発展させたものを建造中の城につけるつもりじゃ。いずれお見せできると思うがね。もちろん君がこの城から生きて出られればの話だがね。健闘を祈るよ、まんじまるくん。大方魚の餌にでもなったと思っていたのに、さすがしぶといな。まあ、あれくらいでくたばられてはこのガーニン様の黄金の右手が寂しがって夜泣きを始めるわ。さあ、ドイツの腕から落としたい、ドイツの首から跳ねたいんだ。かわいい右手を教えてくれ。噂にたがわぬ強さだな。かわいい右手も喜んでいるぞ。しかし、この右手がある限り、俺様に負けはない。千年ぶりに火の勇者の血を吸える。もっともっと戦いたいとこの右手が叫んでいる。遊びは終わりだ。見るがいい。これが俺様の本当の姿。右手一本で将軍にまでのし上がった右のガーニン様の強さの秘密だ。なぜこの俺様がこんなガキたちに負けるのだ。右手。
右手を教えてくれ、右手を。覚えているかい、マンジマル。そう、最愛の妻をお前たちに奪われたデュークペペだよ。見事に右のガーニンを倒したようだね。お前たちがどんどん強くなって嬉しいよ。俺以外の誰にもお前たちを傷つけて欲しくないんだよ。わかるだろう。ところで今日は俺の新しい城のお披露目にお前たちを招待しに来たのさ。堺の北西の岬だ。必ず来てくれよ。それまでこいつは預からせてもらう。いつまでも待ってるよ。愛してるよ。オイラの剣は出たとこ勝負の必殺剣だ。当たれば天国、外れりゃ地獄。さ、とりあえず住吉の暗黒乱をこの聖剣トリードサブローでぶった切ってくんな。